キミュージックチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。いつも見てくれてありがとうございます。このチャンネルにもゆっくり霊夢とゆっくり魔理沙を導入してみたぜ。面白そうだったんだぜ。でも、やることが増えてしまったんだぜ。まあ、しょうがないよね。今回は、ギターマガジン2010年4月号掲載の、山口健一さんのギャロッピング奏法をやってみたいと思います。タブ譜もつけてるので、おうち時間を楽しんでいただけたら嬉しいぜ。それでは行ってみよう。どうぞ。多分合ってると思う。え？この曲のポイントは、連続した3連符の部分です。ここだね。そうそう、オーソドックスなのはこれなんですが、山口健一さんは少し違う弾き方をしています。弾きさんはオーソドックスな方に慣れているので、手こずったらしいです。どんまい。それも踏まえて、続いてはスローバージョンです。行ってみよう。弾いてみよう。どうぞ。いかがだったでしょうか。ギャロッピングの練習にはもってこいだな。焦らず、ゆっくり練習すれば必ず弾けるようになるし、応用も効くからぜひ諦めずに頑張ってほしいです。たくさんリクエストもいただいてありがとうございます。なるべく早くリクエストに応えれるように頑張りますので、もう少しお待ちください。グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。